下着用のキャミソールキャミソールを着た女性キャミソールを横から見た様子キャミソールは細い肩紐で吊るし方を露出する形状の袖なしの女性用の上半身用下着らいしい上着であるトップラインはバストの上でほぼ水平な直線的であることを特徴とするが前側はブラジャーと同様な2つの緩やかな山型ラインを持つものもあるまた配属が大きく開いた ベアバックタイプのスリップで首の後ろで紐を結んで吊るすホルターネックのものもキャミソールと呼ぶ場合がある。下着としては竹はウエストから腰丈までの短めのものが多い。上着としてはキャミソールドレスないしキャミドレと呼びキャミソールトップラインを持つドレスのことで丈は下着の場合と異なり通常のワンピース丈のものまで様々である。インナーウェアとしてはランジェリー または肌着に分類される。未記事としては、ランジェリーの場合は、フィット感や肌触りの優れた、ポリエステル、ナイロン、キュプラなどのトリコットが多いが、セクシーないし繊細なテイストでは、ジョーゼット、チュールネット、サテンなど、透け感や光沢感のある素材が用いられる。また、ファンデーションのような補正力を与える場合は、パワーネットも部分的に利用される。 肌着としては、保温性や、吸汗性の高いストレッチ転軸やフライス、リブ、スムースなどが使用される。ハーフキャミ上半分のみのキャミソール。ハーフトップの一種。ロングキャミ丈が長めのキャミソール。スリップ。ダブルストラップ二組のストラップを持ったキャミソール。装飾的。紐結び前後のストラップが分かれていて、肩口や前で結ぶタイプ。 ホルターネック前の左右のストラップを首の後ろで結ぶタイプ。ブラキャミブラジャーと一体化しているキャミソール。ジュニアブラと一体化しているキャミソールもあり、ブラジャーを着用しない代わりにブラキャミを着用しても良い。スポーツブラと一体化したスポーツ用のブラキャミもある。下着のキャミソールの定義の別説として、丈が短めのミニスリップ全般の意味で、キャミソールと呼ぶことがある。 この場合、細い肩紐を持たず、身頃をそのまま上に伸ばした、ラウンドタイプのミニスリップもキャミソールに含まれる。他方、キャミソールトップラインを持っていても丈の長めのロングキャミソールは、スリップに分類される。商品を、キーワードを検索する際には、注意が必要である。アウターウェアとしては、ドレス、またはカットソーに分類される。キャミソールドレスは、 フォーマルなドレスとして、シャンタン、オーガンジー、サテンなどが利用される。カットソーのものは、カジュアルな衣服として、天軸を中心に、シャーリング、スラブ、ストレッチなどのアレンジが加えられる。元来は、日本では t p o の限られたフォーマルドレスを除いて、下着の意味に用いられてきたが、下着のテイストを持つ下着風ルックを待ち着として使う。 ファッションの流行から急速に上着としての用途が広まった。同じ下てのキャミソールを重ね着するなど、上着と下着の境界そのものが不明瞭になりつつあり、アウター調インナーとして分類されるようになっている。キャミソールの目的の一つとしてスケブラ防止のための役割がある。従前より既婚者を中心にシュミーズがその役割を果たしてきたが、若い女性は、 シュミーズの垢抜けないイメージを敬遠し、スケブラを承知で直接ブラジャーを着用していたが、キャミソールの普及に伴い、スケブラを隠すために用いられるようになったと言える。普及当初は、中、高校生は学則によりカラーのキャミソールが禁止されているケースが多かったが、現在では有名無実化し、様々なカラーのキャミソールが着用されている。ありがとうございます。